あ、レンタ。よう。どうしたの？やけにご機嫌だけど。ああ、ついに親父に勝利したのさ。決戦の前に幸先いいぜ。え、本当？ザムエルさんって守り手と同じかそれ以上に強いって噂なのに。そりゃどうかな。俺の見立てじゃアガーテ姉さんの方が強いと思うぜ。レントが言うならそうかもね。それでどんな風に勝ったの？何、いつも見たく手を出してきたからよ。聞かねえそぶりで前に出たらビビって折れやがったのさ。実際もう痛くも痒くもなかったしな。今まで俺が負けてたのは吹っ切れたってこと？まあな。親父の方が最近妙に距離取ってる理由も聞き出したぜ。ほんとバカらしい話だったよ。それは聞いていいの？もちろん。息子が跳ねっ返りの段階を超えて独り立ちしそうなのを察したからだとさ。レントの独り立ちを怖がってたってこと？あいつが何を思うが俺の知ったこっちゃないけどな。全部終わったら俺は。ん？何？ああ、いや、なんでもねえ。今は秘密だ。ようやく帰ってきた。またあちこちふらついてたのかい？たまには。まあいいじゃないか。魔物退治からこっちライザたちの悪口を言うやつもいなくなっただろ。評判じゃなくてあなたの手伝いのことよ。わざわざ言わなきゃ朝起きて足でいなくなるんだから。そうだね、今度もそんな感じでいなくなって。何か言ったかい、ライザ？ううん、どこに行っても帰ってくるよ、ちゃんとね。本当かね。お前の錬金術とやらですぐ連れ戻せる魔法の呼び鈴でも用意してほしいよ。そんなもの作ったらおちおち冒険もしてられないよ。どうしたんだい、急に人の顔ジロジロと。何か顔についてるかな？なんでもないよ。この小さな屋根裏部屋でどうするどうしたいって話し合ってたのがずっと昔の出来事みたい。ここから始まってみんなとの世界が広がって、またここを守るために戦うか。うん、それもいいよね。ライザ、何やってるんだい？ちょっと手伝ってくれるかい？ああ、こんなとこまでいつも通りか。どこに行くの？よし。あれ、珍しい取り合わせ。何してるの？
ライザか。いや、実は前から島の操作とかいろいろまとめたメモを作ってて、この際だからそれを渡してたんだ。そっか。そのメモがあったとしてボースにわかるの？いきなりのことでわかるわけがないだろう。時間をかけてじっくり読ませてもらうさ。あらら、あんまり首相だと拍子抜けしちゃうな。まあ私にもわかんないし、偉そうには言えないか。そこは僕の長年にわたる研鑽の賜物だよ。と言っても実際読めるようになったのはアンペルさんたちが来てからだけどね。持ち歩いてるだけの。え？持ち歩いてるだけの飾りじゃなかったんだな。うん、僕がこだわってきたものには意味があった。それが島のみんなを助けることにつながった。だからもう何も言うことはなしさ。そうか。ほんと昔みたいな眺め。どこに行こうかな。よーし。私今だからできることをしたいと思う。いいよ、私がいて助けになるんならいくらでも。でもね、自分では気づいてないかもしれないけど、いつも勇気を出してたのは私じゃなくてクラウディア自身なんだよ。だから今度も大丈夫。急に何の用だね、二人とも。クラウ、それは。お父さん、隠しててごめんなさい。何？旅を始めた頃、これを吹くたびにお父さんが悲しい顔をするのが辛くて、それで。そんな顔を私が。練習はずっと続けてたんだ。でもそのまま数年隠れて練習するばかりで。クラウディア、頑張れ。そんな時ライザたちに出会って聞いてもらって、私のこれが人の心を慰められるって知ったの。これならお父さんも笑顔にできるかもしれない。わかった、聞かせてくれ。フルートの演奏会は数年おきに旅から帰る私と母さんとクラウのとても楽しい思い出だった。だから母さんのそばを離れ
私と旅に出たお前がフルートを吹く姿に、私は思ってしまったのだろう。この子は母さんのもとに帰りたがっているのではないかと。お父さん、旅は私にいろんなものをくれたよ。綺麗な景色に、いろんな食べ物、知識に、体験に、友達も。それに私はお父さんの娘でもあるんだから、旅は大好き。一度母さんの元に帰ろうか。お前の素晴らしい上達ぶりをさ。うん、クラウディア、よかったね。おう、どこに行く？よし、行くぞ。聞いたぞ、お前たちだけでフィリフサの本拠地に殴り込む。うん、ないみたい。だから私たちが行った後、万が一、あくまで万が一のために、数日の間街道の往来を止めるようモリッツさんを説得してほしいの。分かった、約束する。ライザん？何？真実を他に漏らすことができないのなら、少しでも知っている奴を加えるべきじゃないのか？ありがとう。でもあんたはダメ。別に強い弱いの話じゃないよ。どういうことだ？その真実を知ってる人間がせめて一人は残ってないと。やっさっきから気に食わないことばかり言うな。だって本当に無謀なんだもん。でもそれ以外の道は取れない。だったらどれだけ危険でも怖くてもその道を走るしかないじゃない。お前が湖に落ちたあの日。え？俺はレントやタオと一緒に引っ張らなかった。アガーテが後ろで見張ってると知ってたからだ。だからアガーテがいるはずの物陰に向かって走った。それが正しい方法だと俺は信じていたからだ。だが実際にアガーテを見つけるまでは本当に怖かった。それでも走り通してお前を助けられた。不安でも何でも正しいと思ったら全力で走れ。今度は残れと言われた俺が助けを待っててやる。なんで本当のこと言わなかったのさ。アガーテは父さんの言いつけで俺が危ない真似をしないかどうか見張らされてたんだ。俺はそれを知ってたからどうにも恥ずかしくて、あの時は言い訳よな。何よそれ。本当お互いなんてことない理由であんなに。でも無様に惨敗しても心の広い俺は許してやる。ちゃんと帰ってくれば。だがな。おあいにく様、しっかり虫歯みの女王を倒して凱旋してみせるわよ。またね。ああ、またな。どこに行くのかね。よし、行くぞ。大したもんだよ、ライザの錬金術は。指の感覚は怪我をする前と変わらない。完全に痛みはなくなったのか。なあ、
これなら相手が虫歯みの女王だろうと存分に暴れられるだろう。そうか、もう治ったと言っていいんだな。ああ、どうしたリラ。アンペル、私たちオーレン族はお前たちに。いいや。本当か。ああ、周りのすべてに裏切られ世をはかなんでいた私にお前は錬金術師としての生きがいをくれた。今度の戦いだって長く続くそれの一つに過ぎない。お前が付き合ってくれる限りは続けるさ。そうか、ならいい。ただいまーっと。今戻りました。とりあえずやれそうなことは全部やってきたよ。俺たちの準備は万端だぜ。アンペルさんとリラさんは？ああ、今終わった。行くか。まずは門だ。あの隠された入り屋だね。おう、どこに行く？よし、行くぞ。まだこちら側にゴズメを出していなかったか。空読みが倒されたことに気づいてないのかもしれん。薄情な奴らだな。ま、悪魔らしいといえばらしいけど。奴らここはあくまで群れにおける役割、いや機能をそれぞれ体現しているだけの存在だからな。ドイツが死んでもそれは群れの一部品でしかないから何も感じないってことか。例えとしては正しいな。そんな奴らだからこそ中枢を潰すことで群れ全体の瓦解を誘える。中枢、つまり虫歯みの女王。目的の再確認はできたか？いよいよ異界か。またこの空をみんなで見上げようね。うん、歓喜の空。特に太陽なんてこれまではイラつくだけだったけど。これが僕らの世界の空だからね。よし、痛いくらい目に焼き付けたし、いよいよ殴り込みだ。門の先にはフィルッサが待ち構えてる可能性が高い。十分に用心しろ。分かってる。さあ出発よ。剣の腕を磨く。いい機会だ。到着。うわ、真前。本当にいた。しかもなんか強そう。あれは将軍だ。手強いぞ。締めてかかれ。おお、待ってました。あれはやっつけてもいい種類なんですか、アンペルさん。問題ない。もう石膏も空読みも出てしまった後だ。虫歯みの女王まではなで切りにして進むしかない。考え
える必要はなしか。さあ行くぜ。それ行くよ。クラウディア、やるぜ。せっ、いくよ。せっ、いきます。ライザ、頼んだ。いきます。はやっ。ライザ、一緒に。はやっ。いきます。ほらよ。それ、ほやっ。いきます。せっ、行くよ。クラウディア、お願い。行くよ。行きます。この調子で頑張ろう。なんとか片付いたか。将軍を倒せばこいつを核とした一軍の集結は妨害できる。今の勝利だけでもこっちに攻め込んだ意味はそこそこあったのかな。その通りだが、ここに将軍がいたのは大侵攻実行の寸前だったという証明でもある。グズグズしてる暇はないってわけね。アンペルさん、これからどうするの？まずはキロシャイナスともう一度合流しよう。彼女の安否を確認して、できれば今の情報も欲しい。キロさん、無事だといいですけど。君たちと再会できて嬉しい。大侵攻の気配があったからきっと様子を見に来ると思ってた。そちらも無事で何よりだ。聖地は襲われていないようだな。聖地は女王の城と門の直線上から連れてる。奴らは道なんか無視してまっすぐ門に向かうから。ここは進行ルートと重ならない。むしろ周りの群れが駆り出されて静かなくらい。それってつまり女王の城の近くにはフィルッサがうじゃうじゃ集まってるってこと？変な想像させないでよ。もうこっちの事情を説明しよう。そう、古式ヒグはやはりそちらに。ボースは気に病んでいた。そりゃもう泣くわわめくわで即ぶっ壊しかけたの。俺たちの都合で止めちまった。すまね。誰かが分かったのなら、彼が怒ってくれたのなら、まずはそれでいい。でも、
君たちの選択の方には驚いた。まさか虫歯みの女王を倒して大進行を止めるつもりだなんて。オーレン族のキロさんでも驚くくらい無謀なことなんだね、やっぱり。だとしても今更帰るわけにもいかねえさ。勝手な言い分なのは分かってます。それでも私たちの世界を大侵攻から救いたいんです。そのために女王の城に至るまでの情報が欲しい。できる限り消耗を抑えて女王に当たりたい。やっぱり本気なんだ。分かった、君たちの勇気と闘争心に応える。私の助力は聖地を守っているお前を巻き込むわけにはいかない。お前はお前の戦いのために残っていてくれ。そう、じゃあここで君たちの無事を祈る。お互いクリント王国のせいで苦労をさせられるな。奴らが来ないよう封鎖してあるけど、この奥の道を進めば女王の城にたどり着けるはず。中身はなんだ。これが女王の城か。いかにもな場所だぜ。今にも物陰からフィルフサが飛び出してきそうだ。全然冗談になってない。こんなところまで来ちゃったよ、この僕が。私だってそうだよ。でも現実に私たちはここにいる。どうして俺たちみんなこんなところでこんなことやってんだろうな。どうしてって、そりゃなんてことないものを守るためだよ。当たり前で大事なものをね。
だからこそこっそり命を懸けてるんだよね。そっとというか、連れてきた僕らの命が危ないよ。多分女王より強いだろうね。まあそれは確かに。さて、おしゃべりして緊張はほぐれたか？覚悟を決め、背負うべきものを背負ったら行くぞ。見つからずにというのは無理だろうが、可能な限り戦闘は避けて女王のところまでたどり着くぞ。うん、行こうみんな。なんか変な月が浮かんでる。ここやっぱり私たちのいたところと全然違う場所なんだね。これなら余裕だね。行くよ。行きます。やこれならどう。それ痛えな。やめて。ケント君、合わせる。それ、行きます。行くよ。痛えな。ケント任せた。はい、それ行きます。行くよ。痛えな。おや、それ行くよ。それライザ頼んだ。行くよ。おや、痛えな。おや、クラウディアお願い。おや、行くよ。クラウディア、やるぜ。行くよ。せい。おや。行くよ。傷を癒して。行くよ。おや。せい。行くよ。行くよ。それ。ライザ、頼んだ。行くよ。行くよ。おや。ライザ、一緒に行くよ。それ行きます。ライザ、頼んだ。行くよ。勝ててよかった。どこに行こうかな。間違いはないだろう。ああ、群れに唯一無二の巨体。それつまりあれが虫歯みの女王。
ここまで散々ひでえ目に遭わされたが、ようやっと廃越をたわまったってわけだ。たまわったでしょ。それにしても大きい。あいつさえ倒せば大進行も止まるんだよね。ああ、オーレン族とプリント王国が戦いの果てに突き止めた。それがフィルフサという生き物の仕組みだ。オーレン族の誰も果たし得なかった女王の打倒。今こそ白菓子族リダギザイアスが友と成し遂げる。さあここで終わらせよう。何もかも。
もらうぜ。いいな。おりゃ。やべえ。